仙台新幹線ウィップです。東北新幹線の運転を担当しています。ルールや作業を確実に守り行うことで、お客様に安全と安心を提供するとともに、世界に誇る高速鉄道の運転手として子どもたちの憧れる存在になりたいです。水戸建築技術センターです。駅舎の建て替え工事の管理を担当しています。鉄道会社の建築部門として列車やお客様の安全に配慮した計画を立て、プロジェクトをリードしていくことにやりがいを感じています。新幹線総合指令室です。新幹線の運行管理を行っています。ダイヤ乱れなどが発生した際、駅や乗務員と連携し的確な指示が出せたときにやりがいを感じています。長野信号通信技術センターです。北陸新幹線の列車制御システムのメンテナンスを行っています。万が一システムが故障しても早期運転再開ができるよう訓練を積み重ねています。埼玉新都心駅です。改札口での精算や乗り換え案内、また緑の窓口での切符の発売を行っております。安全の先にある安心、お客様の笑顔を作り出していきたいです。三鷹保線技術センターです。線路設備の検査を行い、補修・交換の計画を立て軌道工事を行っています。入念な調査・設計によってお客様に最高の乗り心地を提供します。桜尾由久です。車掌として列車のドアの開閉や車内放送におけるご案内などを通じて安全・快適な車内環境づくりを行っています。列車の安全運行に努めるとともに、訪日外国人のお客様に対して日本の顔になるという誇りと責任を持って業務に当たっています。上信越工事事務所です。工事の安全・品質管理と車内外の関係各所との協議・調整を行っています。将来お客様が安心安全に気持ちよく利用していただけるような土木構造物を作っていきます。東京総合車両センターです。首都圏を走る車両の保守・メンテナンス業務を担当しています。ボルト一本一本にまで注意を払い、安全を第一にお客様が求める快適な車両を提供することを目指しています。